チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家のお昼ご飯チャオは、おやつタイム。ひな祭りの限定で、買ってきてん。これ、ね、ひな祭りの日にね食べられへんかって、で、紹介できへんかってんけども、ディズニーのひな祭り桜餅の、なんかね、これなんやろ、よくわからないけど、こんなモントワールってとこから出てるんだけど、ディズニー桜餅、これ面白いセットで買ってきました。飴なんかグミなんかよくわからない、餅みたいな、ここすげえ色してんな、腐ってないの、なんかピンク色やのに汚い茶色やねん。これ賞味期限4月12日やねん。これはひな祭りの日に買ったん、土曜日に買ってんけどね、変な色してんね、変な色、こんな茶色、梅干しみたい、梅干しみたいな香りは桜餅です。では食べてみます。うん、おいしい。うん、あのね、餅が中に入っとって、外桜あんで、国産のあの桜の葉の塩漬けが、この黒い緑のつぶつぶ、これが塩漬けの葉っぱで、うん、おいしい。こんな感じね。うん、あ、これは餅や。うん、まあ本格的な桜餅から比べると全然あのダメじゃダメやけど、もうあのなんか美味しい、こういうのいい、好き、うん、桜餅大好きやからね、あっちゃんね、あの今年は桜餅をどんだけの種類食べられるか楽しみにしてんね。もう桜餅大好きやから、特にこの塩漬けの葉っぱが効いてなかったら嫌やねんけど、これちゃんと塩漬けの葉っぱも効いてるし、うん、いいです。うん、300円ぐらい結構高かったんけど、あんま入ってない、1、2、3、4、5、6、7個入って、うん、なんか300円か、うん、これかな、違うね、レシート送ったかな、これだ、桜餅、嘘つきました、190円でした。うん、190円で7個、30円弱ぐらいです1個、うん、27、28円かぐらいです。はい、まあね、いいです、これ。あの、一口サイズやけどね。まあまあ美味しいし、満足できるんで、ありやと思います。はい。もう売ってないかな、わからへんけど、もしこれね、もう期間が終わってるんで、投げ売りしてるかからなので、よかったら買ってみてください。美味しかったです。はい。ということで、今日のあっちゃんの、おやつタイム、おやつ紹介は、ディズニーのひな祭り桜餅でした。美味しかった。あっちゃんのこういうの好きです。では。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの桜餅紹介良かったよと思ってくれたら高評価を。で、またね、あっちゃんね、こんな桜餅売ってたよとかいうのもあったらコメント言ったら嬉しいな。で、応援コメントがすごく嬉しいです。あっちゃんの動画の励みになります。で、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。もうほんとね、モチベーション上がってみんなね、楽しい動画を提供できると思うんで、よろしくお願いします。ということで、またね、バイバイ。